は、クリスタルボールの音を聞いて、目を開けて聞いた時と目を閉じて聞いた時の脳波の違い、私で実験していただいた時の説明をしていただきます。富山さん、はい、よろしくお願いします。はい、上の段が、普通の市販の、スピーカー、はい、で下の段がこれ波動スピーカーですね。はい、で目を開けてクリスタルボールを聞いてるとき、目を閉じてクリスタルボールを聞いてるときですけど、めぐみさんはめっちゃ下の方がコントロールできる人なので、目を閉じるとこんだけアルファ波がシュンとこう跳ねる人なんですよ。であんまりその普通の人よりも大きな違いっていうのは、まあ、分かりにくいんですけども、波動スピーカー来てる、で音を出してるときの方が脳波全体のそのレベルとしては若干低年比化してる、ちっちゃくなってますよりね。でアルファ波はさらにこうシャープに出やすくなってる。で、大きな違いは目閉じた時のリラックス度がこちら、この要は青がリラックス度で赤が集中度なんですけど、こう安定してリラックスできてるんですよね、目閉じてる時。本当ですね。で目開けてる時の違いはここなんですけども、これリラックスとゾーンと思考ってこう3つの帯域に分けた時に、目を開けてる時のゾーンの帯域がやっぱこっち広がってるんですよ、優位に出てる。で全体のそのストレスの脳波の帯域は落ちているっていう意味では、やっぱりこのこっち側の波動スピーカーで聞いてる時の方が脳としてはいい状態にあるかなっていう感じですかね。あれですよね、クリスタルボールの音を聞いてない時と聞いてる時で以前測った時と比べた時に確かものすごい差があったんですよね。ああ、それもう一個前の、もう一個前のデータですよね。でこちらには含まれてないんですけど、この脳波のバランスっていうの、これ何でしたっけ、この 400% になってるやつ、これ、これはシータ波アルファ波の数値、合計の数値割ることのベータ波ガンマ波思考とかストレスの脳波の数値なんですね。なのでリラックスの脳波というよりシータとかアルファの数値が大きくなれば、この数値がガンと上がるんです。ですのでここ見て分かるように、この下側ベータガンマ波がほとんどなくて、上側の数値ですよね、アルファ波が高くなってるので、ここの数値は大きくなるんです。あ、じゃあもういわゆるアルファ波シータ波瞑想って言われてる状態に、目閉じたら一瞬でなってるってことですね。で目開けてる時はこの逆にこのシータ波アルファ波がほとんど出てなくて、下側のベータガンマ波が大きいので下側に膨らむ感じじゃないですか、なのでここの数値はちっちゃくなるんです。あ、なるほどね。これ実は動画の音声を私聞いてたので、多分ね動画見ちゃってたんですよね、自分の演奏なんで。だから分析しかけてたんじゃないかなと思います。相当思考が働いてる感じですね、下側に伸びてるので。目閉じたらもう完全に音だけになったんで、いわゆる普通の人が聞いてる状態になってたと思います。こんな感じで、スピーカーでこれだけ違いが私でも出るということは、一般の人はもっとね出ると思いますね。また実験してみましょうね。